はい、どうですか。じゃあ、千代田光輝、その辺を覚えて帰ってください。という、今回ですね、もう、ソードドレイク、昨日のガチャで100レベルになりましてね、めちゃくちゃ嬉しかったんで、今回リーグでめちゃくちゃ使ってきたんですけど、めちゃくちゃ負けました。死ぬほどきつかったです。なんか、ここ最近出た工場キャラと思えないぐらいに厳しかったんですけども、まあ、その試合の様子をね、ちょっと見て、皆さんに見ていこうかなと。で、今回使ってきたメダルはこのいつもの、アタッカーメダルでやらせてもらいましたと。はい。まあ、そうですね。まあ、動画内で詳しく言いましょうか。で、キャラタイプは、アタッカーゾーン系新世界と、まあ、いつものあれですよね。で、裏は、キングを置きましたと。はい。まあ、いろいろ言いたいことあるんで、ぜひ最後に見ていってほしいなと思います。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということで第1戦目から見ていってもらうんですけども、僕ね、ドレイク使う前に思ってたことが、なんでこんなにかっこよくて、スキルもね、いい感じの、で、サポートも優秀なキャラがリーグでいないんだろうって結構不思議やったんですよ。え、こいつ絶対いいキャラなのになと思ったんですけど、まあ、今回たくさん使って理由がよくわかりました。はい。まあ、彼の強み、敵のお宝エリアで、よろけず吹っ飛ばされないとか、まあ、あるじゃないですか。まあ、出た当初、多かったディフェンダーって確か、ゼファーとか、まあ、あとは青カイドウとか、あそこら辺はもう余裕っすよね。本当に。それはもう今でも変わらないです。考え方としては。もう余裕です。全然もう目つぶっての勝てるんちゃうかってぐらい、強いんですけども、やっぱオリーンは厳しいっすね。結局、燃焼であったり、まあ、無敵スキルでいなされたりとか、なかなか時間かかるんですよね。やっぱスパッと倒していかないとね、味方のフォローとか来たら、例えば今環境強いゾロとか、まあシャンクスとかウタとか、まあ、勝てっこないんでドレイクでは。なんでそこら辺のフォローが入られるとやっぱ厳しいんで、自利品になっちゃうんでね、まあちょっとあれかなっていうところで。でもう一つの強みとしては110海賊団に強い、まあ、キング、そして今いたねカイドウとか、まあ、ぼちぼちやれるんですけど、カイドウはちょっと厳しいかなーって感じですね。キングはまあやれることも、まあやれますけど、やられることもあるかなーみたいな。まあそんなに 100% 有利取れてるってわけでもないかなと。で、あとはまあスキルがどっちも大振りなんで、すごい避けられやすいですね。まあその分かっこいいんですけどね。で、まあさっきも言いましたけど、まあそのオリンがちょっと厳しいなっていうところで、で、じゃあやっぱり結局クラッカー使っちゃうよね、みたいな。の炎症状態付与されたら、まあね、強く出れるキャラ。で、まあまあフェスゲンとね、工場キャラ比べてもあれなんですけども、まあっていうのがやっぱりその、このリーグで見かけない、まあ理由なんだなっていうのが、こういうよくわかりました。これがね、ゲッターなら良かったんですよ、本当に。体力 50% 以上の時に敵、何でしたっけ、としてなんかマップに、ミニマップに表示されるアーダコーダってあるじゃないですか。それをね、やっぱこう、活かしきれてないっていうのがね、だから、僕が使おうとしても、雷蔵もそうですね。あいつもゲッターやったらなって思ったりするところがある。やっぱ忍者なんでね、なんか素早くシュッシュッと動いてほしいなところあるんで、まあ雷蔵はちょっとまだ使ってないんで何とも言えないんですけども、まあちょっとゾロじゃないわ。ドレイクは厳しかったなっていうのが、まあ正直な感想ですね。まあ、だからね、こう100レベルにしてすごい期待値が高かっただけにね、ちょっと悔しいんですよ。まあサポートとしてね、別に重宝はできるんで、まあ、そんなにね悔やむこともないんですけれども、まあ期待以下だったなと。結局ね、青属性やったじゃあもうウルティとクラッカー使っちゃうなーみたいになっちゃいますね。まあこれでね、愛があればね、キャラ愛があればまた話は別なんでしょうけど。で、ここから第2戦目ですね。はい。ワールドの国ステージということで、めちゃくちゃいいでしょ?めちゃくちゃいいステージだったんでね、めっちゃ潜ってたんですけどね。で、ここからね、シャンクス戦ですね。はい。まあ、なかなかに厳しいですよ。で、ね、充電も 14% でね、もともとあったんですよ、80% ぐらい。そこからずっと潜ってたんですけどね。で、こう、旗抜き間に合って、まあ、教師は避けといて、で、通常誘ってドンっていくんですけどね、全部回復されてますね。これびっくりしました。あ、そうなんだみたいな。なんか中途半端な攻撃力だとね、そのスキルの攻撃力と回復されちゃうんだみたいな。ちょっと厳しかったですね。でもこれこのままがたらっても仕方がないんで、一回抜かして敵のお宝エリアにして火力を上げたところでエクスカリバー。これは気持ちよかった。唯一の見どころですね、今回の動画の。あ、シャンクスワンパンできるんやみたいなね。これはね、なんかよくわからなかったですね。あ、これ勝てたんだみたいな。ちょっと不思議でした。なんで勝てたのかなみたいな。それぐらいね。で、カイドウは通常当たったらもうおしまいになってしまうんで、通常に合わせてね、回避で、うまいことジャスカイ取れたらね、めちゃくちゃいいんですけど、まあ、なかなか難しいですね。
エクサカリバー当ててもこの程度なんでね、なかなかですよね。なん結構ね、頑張ったと思うんですけど、ドレイク使いの方がね、ちょっといらっしゃったら教えてほしいですね。こういう風に立ち回ったらいいよとか、なんかまあおすすめのメタルであったりとか、ね、いろいろあると思うんでね。まあ、あれですかね、でも、ガンガン攻めた方が良かったのかな。その、お宝を守ることに意識が集中しすぎててしまってたっていうか、喋れてないですけど、まあ、そのアタッカー特有の動きをね、まあ、してしまってたんで、じゃなくて、やっぱ敵チームのお宝で強みが活かせるから、どんどん行った方が良かったのかな、みたいな。それすると、結局、お宝裏取りサイド負けちゃうみたいな。だから環境に合ってないんでしょうね、きっと。あのゾロとかは、まあ、守るの強いじゃないですか。だから僕よく使ってるんですけど、難しいですよね。だからあのフーズフーもそうですよね。一部の敵にしか強くないじゃないですか。麦わらの一味とかそういうところだから多分使われないんでしょうね。フーズフー全然いないじゃないですか、リーグに。まあ言うてジンベエもいないけど、だからああいう強みを生かせるキャラクターっていうのがこう限られてしまうと厳しいのかなみたいな思うところありましたね。百獣海賊団オンリーとかね、シャーロット系だけとか、まあ、ペドロとかも、まあだからこう、まあ向上としてはいいんですけどね。そのただ僕はやっぱあのエリザベロみたいな、ほんまにこう一発逆転のロマンあふれる、だからオロビもそうですよね。もう抜くことに関してはもう右に出る者は いないみたいな、そういうのこう特化したのが欲しいですよね。はい、ということで、以上がドレイクの感想でございます。はい、まあ、さっきもちょ言いましたけれども、やっぱり一発大きいものがあると強いんだなと、本当にこう思いますね。まあ、ゲッターは置いといて、まあ、その、旗に抜くことに特化するとか、今言ったことね、とか、エリザベローの絶対に倒せるスキルとか、あとはま、誰だろうな、だから中途半端に強い工場って弱いんですよ。だからペドロとかもそうです。まあ、ペドロはまあ、檻に一発こうバンっていきますけれども、そう。うん。そうなんですよ。なんかこう、一個ズバ抜けてるものを持ってると、いいんですよね、工場って。まあ、こいつの、なんだか、防御シールドの、無敵スキルのワンパンとかね。まあ、いろいろありますけれども。まあ、京志郎だからいいですよね。その敵に映らないで、かつ、ゲッターなんで、輝いてますよね。まあ、プリンも状態異常とかで強いとか。まあ、ルッチも終わってますよね。まあ、各はスピード速いんで、あれなんですけども。みたいなね。なんかこう一つず、特化してると、環境にね、リーグに出てくるんだなというふうに思いました。うん。強みが限定されてる、こいつは。百獣海賊団であったりとか、敵チームお宝エリアとか。ちょっと活躍しにくい環境になってるんで、まあ今は、まあ本当に、やっぱり、リーグにいないだけあって厳しいキャラなんだというふうに、思いましたね。はい。まあ本当、金輪際使うことはないと思うんで、ね、もしかしたらこのキャラタイプいるかもしれないですけど、もういるんでね、ゾーン系も6体。まあ、なんか、機会があれば使うかもしれないです。はい。ということで、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。